2015年10月ドラマ水曜日夜10時日本テレビ系列偽装の夫婦本当のパートナーとは何か新しい夫婦の形を描くラブストーリー。公式サイトのイントロダクションによると、カモンヒロ45歳、図書館司書、容姿端麗、頭脳明晰、彼女の笑顔は美しく穏やか、その微笑みと人当たりの良さで孤高の美女、理想の女性と慕われるが、実は彼女大の人嫌いである。彼女の心の中にうごめく他人への毒は尽きることがない。今まで彼女が本気を出すと幾度となく誰かが傷ついてきた。大学時代たった一人だけ心から愛した男にも逃げられた。その過程が彼女の心を固く閉ざし、今の彼女を作り上げてしまったのだ。一生一人で生きよう、そう決めていた彼女だったが、かつて愛した男との偶然の再会から突如結婚宣言することになる。しかしそれは偽装結婚だった。ということでね、ヒロインを演じるのは昨年2014年1月クールのテレビ朝日の緊急取調室以来の連ドラ主演となる天海祐希。うん、ちなみにね、日テレに限ると2007年1月クール演歌の女王以来でおよそ8年半ぶりで、なんと今回の脚本はその時以来のタッグを組むことになる湯川和彦なんだけど、まあ天海祐希と湯川和彦のコンビといえばね、なんといっても2005年7月クールに放送されて賛否両論の社会現象を巻き起こした女王の教室が未だに代表作って感じなわけで、まあ視聴率的にも PTA なんかからバッシングされればされるほど尻上がりにアップして、最終話では 25.3% を記録ね。果たして湯川和彦にとって連ドラ脚本記念すべき30作品目となるこの偽装の夫婦がその域に達することができるか否かね。ただまあ初っ端からちょっと引っかかるのはね、同じ水曜ドラマ枠で湯川和彦脚本で今年2015年1月クールに〇〇妻があったわけで、その時のテーマが契約結婚で、今度は偽装結婚。なんとなく同じ匂いがしてならないんだけど、うん、ということでとにかく気になる登場人物とキャスティング。まずヒロの結婚相手となる日村長次に沢村一樹、幼稚園経営園長代理、人懐っこくて優しいが適当で無責任な一面も、大学時代ヒロと付き合うが突然姿を消す、しかし25年ぶりにヒロに再会、ゲイであることを告白し偽装結婚を申し込む。うん、ちなみに沢村一樹、TBS 日曜劇場ナポレオンの村に続いての連チャンなんだけど、果たして今度も悪い顔が見られるのかね。うん、続いて長次の母日村かなえには藤澄子、富山県で美容室を営み夫を亡くしてから女手一つで長次を育てた、余命3ヶ月と宣告を受け心残りである長次の結婚を心配していたが、一方ヒロが育った郷田家の面々、ヒロの育ての親郷田照乃に木村みどり子、ヒロの死んだ母の妹つまりおば、ヒロに対していつも毒舌で接しているが、照乃の息子郷田天神に佐藤二郎、売れないマジシャン、口数が少なく感情表現が下手、ヒロに対しいとこ以上の感情が、照乃の娘七海八重子には酒井真希、専業主婦、幼少からヒロと比べては劣等感に苛まれ続けてきた、やたら家族との幸せを強調するが、そしてヒロが勤める図書館の館長須藤理一に田中洋次、3年前に妻を亡くしヒロとの再婚を夢見ている、それから謎のシングルマザー水森しおりに内田由紀、娘の優をきっかけにヒロと接点を持つ、元夫から DV を受けていた、その後遺症で足を引きずる、一方長次が勤める幼稚園の先生原すみれに柴本由紀、長次に密かに思いを寄せている、そして宅配業者のデシマル保つには工藤飛鳥、正義の味方志望だが運が悪く空回りばかり、長次に可愛がられる。なるほど、
うん。ということで、とにもかくにも偽装の夫婦、楽しみにしたいと思いますね。はい。